千葉市は千葉県中央部に位置する市。千葉県の県庁所在地であり、政令指定都市。都市雇用圏における東京都市圏の中心都市の一つであり、6区の行政区を持つ。業務各都市、国家戦略特区、構造改革特区、都市再生特別地区、国際会議観光都市、保健所政令市、グローバルマイス都市に指定されている。 日本の市町村で12番目の人口を持つ東、関東の経済、文化の中心都市であり、10県の総人口を上回る。幕張新都心業務研究地区のスカイライン、千葉県の中央部に位置し、日本の首都である東京都の都心や成田国際空港、東京国際空港から約25から 35km 圏内に、ある東京湾に面した千葉県で最大の都市である。 市政の中心地は、井の花地区。市域の中央駅は、千葉駅。経済活動の中心地は、千葉都心、蘇我福都心、幕張新都心。教育の中心は、稲毛区であり、千葉大学の本部をはじめとして、多数の私立大学や高等学校が存在する。国際拠点校、日本三大貿易校の千葉校を有する公安都市であり、京葉工業地帯の中核。 工業都市でもある。市内には、アジア地域有数の国際見本市で有名な幕張メッセがあり、首都圏の中でも多種業務機能が集積した首都機能の一翼を担い、中心業務地区の千葉都心、幕張新都心を中心に世界に開かれた国際都市の役割を担う。1126年、千葉市の実質的な初代当主である千葉津明が、 井の花台に館を築いたことにより、講義の城下町として繁栄し、その後は千葉妙建宮の小規模な門前町となる。近世には千葉桜街道や東金尾成街道の宿場町となり、桜藩の外交でもあった。1873年、千葉県庁が千葉町に置かれたことにより、千葉県内の政治、経済、文化の中心地、交通の要衝として発展し、 ウォーターフロント開発による千葉港や、京葉工業地帯の整備による、港湾都市、工業都市として、約100万規模を有する都市へと成長した。また、東京都の都心となりた国際空港の中間地点に位置することから首都圏の中でも幕張新都にや、千葉港のような国際戦略に、重要な機能、施設が多く、グローバル都市としての役割が強い。 先端技術産業の集積地となっている。昼夜間人口比率97.5%とベッドタウンとしての機能都市が強い東京の周辺に位置する首都圏の都市では昼間人口が比較的多い方であり、関東有数の巨大証券による商業集積や企業の本社を持つ一方で独立した支点経済都市として東京都の都心だけに依存しない、 独自の経済圏を形成している。また、一部の企業が、支店や支社を千葉市において、首都圏を管轄下に置いているケースも見られ、抗義の拠点都市としての機能もある。東京都特別区部への通勤率は20.0%と、いわゆる千葉都民が一定数存在する。千葉市には、都心、新都心、副都心と異なる名称を与えられた地区があるが、三社とも、 機能的には都心としている。千葉市都市計画マスタープランによると、下記のような集約型都市構造としている。千葉県中央部に位置し、中心市街地は東京都の都心と成田国際空港の中間地点である。地形は臨海部及び各河川下流域に広がる関東平野の平地と、その周辺部は下草大地の大地、多日から構成される。 郊外や臨海部を中心に大規模な住宅団地が多くある一方、若葉区、緑区には豊かな自然環境と住宅地が共存している。かつての海岸線は、現在の国道14号、国道357号、国道16号をなぞる線にほぼ等しく、遠浅の海が広がっていたが、高度経済成長期以降の大規模な海面埋め立てにより、新たに広大な土地が誕生した。 三浜区のほぼ全域及び中央区の一部がこれに該当する。現在の海岸線は中央区部分ではほぼ工業施設、または港湾で占められている一方、三浜区部分には長大な人工海浜も造成されている。三浜区全域、中央区と花見川区の一部を除いて標高20メートル以上の大地に位置しており、緑靴地形状と、 標高90メートル以上に位置する地域も存在する。なお、最高地点は、緑区板倉町の標高103.6メートル、最低地点は、三浜区豊綱の標高0.7メートルである。地域によって気候は異なるが一般には、夏季はそれほど猛暑にはならず、冬季も若葉区や、緑区など内陸部を除き、暖かくて温和な太平洋側気候である。 年平均気温は過ごしやすい15.7度である。千葉特別地域気象観測所の観測によると、1月の平均気温は摂氏5.7度、最低気温は摂氏1.9度と高く、沿岸部は東京湾からの風や高い水温の影響で冬日になることは少なく、過去最低気温は低く、摂氏5.2度とかなり高い。一方、若葉区、 緑区などの内陸部は、風が弱く、放射冷却により冬日になりやすく氷点下まで冷え込むこともある。そのため、中央区の港湾部に立地し都市部特有のヒートアイランドによる影響も強い千葉特別地域、気象観測所の観測気温と内陸部の気温とでは、大きく異なることがある。実際に、 千葉特別地域気象観測所では2016年1月24日から25日にかけての寒波の時南西諸島や伊豆諸島小笠原諸島などの島しょ部を除いた全国の観測地の中で唯一冬日を観測しなかった8月の平均気温は摂氏26.7度最低気温は摂氏23.9度であり共に千葉県内の気象観測地点の中では 高めの傾向にある。これは、ヒートアイランドの影響に加え、沿岸部の埋め立て地に立地する、千葉特別地域気象観測所は、東京湾から吹きつける湿度の高い熱風の影響で、夜になっても気温が下がりにくいからである。そのため、東京湾沿岸地域の日中は、海のない内陸圏のような猛暑とはなりにくいものの、夜は蒸し暑くなりやすい。過去最高気温は、 三十38.5度である。冬季南関東を南岸低気圧が通過する場合、千葉市付近は、暖気と寒気の境界線となりやすく、県内北西部や東京、横浜が、大雪の場合でも、県内南部などでは、雨やみぞれとなり、それほどの積雪量にならない場合も多く、年間平均降雪量も8センチメートルと、東京や横浜に及ばない。しかし、 寒気の引き込みが強い場合は、標高が100メートル前後と高く気温が低い地区で、降雪量が多くなりやすく、毎年10センチメートル前後の積雪となるのも、珍しくない。過去に1951年2月14日から15日にかけての関東平野部では、記録的大雪を観測しており、南岸低気圧の影響で内陸部の白井で133センチメートル、 市街地に近い二戸名で91センチメートル、市街地の都で80センチの積雪となったことがあるなど、低気圧の進路や寒冷渦の影響などによっては稀に雪の積雪量が多くなることがある。市街地を流れる足川カソリカイズカ内の復元建穴式住居地橋、若葉草倉木には世界でも最大規模のカイズカである特別史跡、カソリカイズ跡がある。 縄文時代の痕跡が色濃く残っており、この場所では約7000年前の縦穴式住居跡が発見されているが、当時の貝塚は残されていない。巨大な貝塚が作られ始めたのは約5000年前の縄文中期である。初期には小規模な貝塚と住居があったが、後にその上に直径約130メートルのドーナツ型の貝塚が約1000年かけて作られていることからも、 多くの人々が暮らしていたとされている。日本語期大道元年正月期史上に、千葉国像、大木彩部忠史前任という人物が登場しており、大化の改新以前より、千葉市に国の宮津湖が置かれていた可能性が高く、律令制成立後も下佐国千葉軍と呼ばれる軍が成立した。さらに、和名類受賞には、千葉軍にあった七つの里の一つに、 千葉号と呼ばれる里があったことが記されており、同郷は現在の稲毛区穴川、黒砂付近を指していたと考えられている。千葉明剣宮、平安時代に千葉市の祖、平城獣が千葉郡千葉号、池田号一帯に千葉荘を開き、池田号井の花に拠点を築いて千葉助を名乗る。以後、子孫が室町時代まで下佐国守護職として周辺を支配した。 1126年、鎌倉幕府を開いた、源頼朝の重鎮であった千葉市の実質的な初代当主である千葉津明が井の花台に館を築いたことにより、都川周辺は抗議の城下町として繁栄した。下佐国から西へ東京湾を渡った。 相模国金沢の正名寺には、鎌倉時代の千葉寺や千葉市の大日寺で書者された仏教関係の文書が多数残されている。東京湾対岸の正名寺に多数残されているのは、僧侶が東京湾の水運を使って、下佐国と相模国の間を往来していたとされ、都川河口は、下佐国の地方船着き場として利用されていた。しかし、京都区の乱に乗じた。 原種房と幕張高田根によって、千葉種のりが打たれ、千葉思想家が滅びた後は、千葉妙建宮の小規模な門前町となった。葛飾北斎が、富岳三十六系、東浦の養精土時代には、現在の千葉市域の大半が、桜藩の所領となったほか、市域内に、生、実藩、蘇我屋藩の二小藩が置かれた。その他に、幕府領となっている地域もあった。 あとに、江戸から桜城を結ぶ桜街道が整備されると、船橋塾から分岐して、寒川港を結ぶ千葉桜道や、東金尾成街道が整備され、将軍が休息、宿泊するために、千葉御茶屋御殿、千葉御殿も作られた。千葉市内には、御殿が二箇所存在し、小規模な宿場町となる。江戸時代末期頃から海運業が盛んとなり、上りと裏、もしくは、 蘇我屋裏では、都川の水運で運ばれた物資を、江戸へと船で運ぶ拠点となっていた。江戸時代後期の浮世絵師である、葛飾北斎の富岳十六景の塔裏に、当時の活気が描かれている。上り塔裏は、江戸築地に土産場を持ち、年具米や海産物を、房総半島から江戸に、海上輸送する拠点の一つとなり、桜藩の外交でもあった。 橋脚後母神戦争後の1871年8月29日の廃藩地県では、現地橋は、印ン県の領内に入れられた。しかし、明治初期の1873年には、印ン県と木更津県が合併されて、千葉県が誕生し、丘陵県の境で、千葉市の本拠地でもあった現地橋に県庁が設置され、これ以後は、千葉県の県庁所在地として発展することとなる。 1894年には国鉄による総武鉄道の開通により政治と交通の中心地として整備が進んだ。市政志向により千葉市が誕生したのは1921年1月1日のことである。この時点での地域は現在の中央区の北半分から稲毛区の南東部にわたり、これは1889年に設定された千葉城の 町域をそのまま引き継いだものであった。その後、徐々に周辺の町村を編入するとともに、海面の埋め立てを進め、1922年5月27日、内務省国時代131号により、港湾指定を受け、後の千葉港となる。1940年には、東京湾臨海工業地帯計画が内務省土木会議で決定され、その一環として、 千葉市今井町地崎海面300ヘクタールの埋め立てを計画して200ヘクタールの埋め立てを行い、地域は拡大していく。戦前には、現在の川崎町の埋め立て地に、日立航空機製作所と日立製作所などの軍施設が集中する軍と千葉として、軍と奈良市のと共に発展した。千葉市内には1908年頃の陸軍不評学校、飛球連隊など、 陸軍関係の学校や施設が多く残り、例として千葉公園内には、戦績として練習用トンネル、佳境演習用橋脚、荒木山などが残されている。1945年6月10日と7月7日に、連合国軍による大規模な空襲に見舞われ地域の7割が壊滅する、甚大な被害を受け、その後、第二次世界大戦は終結となる。戦後、 宮内三郎市長の下で大規模な埋め立てと市町村合併が行われた。現在の緑区のうち旧土家町であった部分はかつては、上佐国山部軍に属していた地域である。1948年7月16日、千葉港の高速法に基づく港行きが決定され、日本における戦災復興都市計画の一環として、川崎製鉄株式会社を 今井町地先埋め立て地に誘致し、京葉工業地帯の中心都市として再建された。周辺は、企業城下町の雰囲気を色濃く残し、西口がある川崎町には、JFE スチール東日本製鉄所、東口には JFE 体育館、千葉メディカルセンター JFE スチールの社宅や、独身寮などが建設され、工業都市として発展した。 1954年2月27日、千葉港が法務省令第14号により、出入国管理令上の出入国港に指定、同年3月20日高速法に基づく特定港に指定され、1953年7月1日、政令第150号により国際貿易港として、関税法上の開港に指定。これにより後の1982年10月に、 千葉港開港記念日を7月1日として制定された。海浜ニュータウン、日本の政治、経済、文化等の中心としてふさわしい首都圏の建設と、その秩序ある発展を図ることを目的として1956年に首都圏整備法を制定され、千葉市が近郊整備地帯に指定された。これにより、 1960年には大宮団地の整備事業が開始され、囲碁と地区画整理事業が相次いだ。特に、1967年には海浜ニュータウン計画を発表、稲毛、ケミ川、幕張に計画人口、約24万人の大規模なニュータウン建設が計画された。その後、独立都市の計画として、幕張新都心基本計画を発表し、 業務中枢機能の東京一極集中に歯止めをかけることを目的に、住宅中心の土地利用計画を大幅に見直し、業務機能を持つ新都心を建設することを決定した。千葉県新総合5可年計画では、千葉県内における進学率の上昇、学生数の増加に対応して、幕張新都心に教育文化機能を充実させる学園の町構想を示した。 1981年より順次、大学、高校などの文化、教育施設が立地し、西千葉駅周辺、本千葉駅周辺、お弓の幕張新都心文京地区に文京都市を形成した。また、首都高速湾岸線や東関東自動車道、JR 京葉線などのインフラ整備が急ピッチで進む。2007年の東京モーターショー1983年、 千葉新産業三角構想策定及び幕張新都心事業化計画を策定し、幕張新都心構想、カズサアカデミアパーク構想、成田国際空港都市構想の3つを期間プロジェクトとした千葉新産業三角構想が決定。東京都心と成田国際空港の中間に位置する千葉市は業務機能の集積を核とした新都心として構想されるようになり、 その開発誘導施設として幕張メッセを位置づける幕張新都心事業化計画も同年発表される。1989年10月国際見本市として幕張メッセが完成。同月第28回東京モーターショーが幕張メッセで開催され史上最高の15カ国が参加。192万人が訪れ幕張新都心は名実ともに 国際コンベンション都市として誕生した。1990年3月には、幕張メッセの海側に総面積44,782平方メートル3万人収容という国際級規模の千葉マリンスタジアムがオープンし、1992年からは千葉ロッテマリーンズのホームグラウンドとなっている。また、幕張テクノガーデンのオープンを皮切りに、業務地域の建設が順調に進んだ。 幕張新都心の総合的な街づくりに対して、日本都市計画学会賞、石川賞が千葉県に贈られ、質の高いインフラ整備と優れたデザインによって、事業者を誘導するなど、先進的で官民一体となった業績が評価され、自治体では初の受賞となった。1992年には、全国12番目の政令指定都市に移行し、6つの行政区が発足した。 幕張新都心メッセモール蘇我福都心では JFE スチール東日本製鉄所の沖合埋め立て地区への移転に伴い千葉市が蘇我特定地区整備計画を策定しハーバーシティ蘇我として再開発が行われた2005年4月27日に第一期として開業しその後千葉市蘇我スポーツ公園内に 福田電子アリーナが整備され、同年10月16日に開業してからは、J ユナイテッド市原、千葉のホームスタジアムとなっている。福田電子アリーナの完成後、蘇我スポーツ公園内に多目的広場などが建設されたほか、隣接地にジェフのクラブハウスや練習所を兼ね備えたユナイテッドパークが整備されている。これにより、延べで年間2000万人が来場する施設となった。 千葉駅は2011年から建て替え工事が進められてきており、2016年11月20日、53年ぶりに新しい千葉駅として開業した。改札など駅機能を3階に集約することでターミナル駅として利便性も向上している。駅西口には2013年10月1日に千葉都市計画事業千葉駅。 西口地区第2種市街地再開発事業の中核施設として複合施設のウェストリオが開業しビルが3棟並ぶ2018年6月28日には千葉ステーションビル主体の駅ビルペリエ千葉が開業し校内には駅中改札外にはペリエ千葉の本館ペリエ地下ストリート1ストリート2と 約8万3000平方メートルの大規模な駅ビルが隣接している。駅周辺は都市の国際競争力強化の観点から特に重要な地域として都市再生緊急整備地域に指定されており、千葉駅東口地区第一種市街地再開発事業、千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業など、さらなる都市再開発事業が続いている。2015年、 幕張海浜公園にて、レッドブルエアレース、千葉2015が日本初開催される。さらに、幕張海浜公園、DE ブロックが JFA ナショナルフットボールセンターの建設候補地となる。2016年、千葉市が東京県の国家戦略特別区域に指定され、ドローン宅配便や自動運転モビリティなどの実用化に向けた検討を行う。 近未来技術実証や、規制改革メニュー活用事業、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の、緩和や都市部におけるオンライン服薬指導の実施などの規制改革提案が行われている。2020年には、マクハリメッセにおいて、東京2020オリンピック競技大会の3競技、東京20パラリンピック競技大会の4競技の会場となることが決定。 さらに2018年10月15日、重点戦略後の都市資源を活用し、統合型リゾート導入の可能性に、国の動向を注視しながら、検討を進めている。1930年頃の千葉市周辺の地図。2003年2月、隣接する四つ海同市の住民の発議によって、法定合併協議会が設置され、千葉市への編入として、行政区名を、 四街道区とする方針が決まったが、四街道市議会内で編入への賛否が拮抗したことから賛成派、反対派双方による発議により編入の是非を問う住民投票が行われることになり、2004年5月16日の投票で反対意見が賛成を上回り、6月28日に千葉県に合併協議会の解散を届け出て、編入は白紙となった。 2015年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると1.05%増の97万1882人であり増減率は千葉県下54市町村中12位60行政区域中15位千葉市役所を中心として6つの区が設置されている中央区花見川区稲毛区若葉区緑区三浜区以下の6区で構成されている 人口はいずれも2021年6月1日時点の推計人口。2000年には市政施行80周年を記念して各区のイメージカラーとシンボルマークが発表された。なお、シンボルマークの使用については各区の許可が必要である。行政区概要市議会会派2015年5月22日、現在。 千葉県議会衆議院にアジア経済研究所千葉市に置かれる国際機関は以下の通り。千葉市に置かれる主な国の行政機関は以下の通り。行政機関司法機関千葉市に置かれる主な県市の行政機関は以下の通り。工業蕎麦地区の工場や経林会部は千葉港を中心とした京王工業地帯の一角をなし、中央区部分には JFE スチール、 東日本製鉄所、東京電力千葉火力発電所などが所在し、三浜区振興には食品や金属加工関連の事業所が多い。また、北部地域では鉄鋼加工や機械工業が盛んである。商業4モール幕張新都心、第二次大戦前には、旧商船千葉駅、旧京成千葉駅、県庁を結ぶ原。 栄町通りがメインストリートとなっていた。しかし、戦災を経て、第二次大戦後の都市整備に伴い、両千葉駅が移転したことで、新駅周辺に商業集積が移動。特に、国鉄千葉駅前には、祖豪千葉店、ニューナラヤといった大型小売店が店舗を構えたことから、千葉県最大、関東有数の商業拠点として栄えてきた。バブル景気の時期には、 幕張新都心、蘇我福都心、千葉美などなどの臨海部に商業施設が建設され、郊外での大型ショッピングセンターなどが相次いで建設された。これ以来、地域は幕張を中心とした西半分と井の花城周辺を中心とする東半分に大きく二分されている。返して、幕張新都心は大企業や多国籍企業が多く、立地市、中心市街地は、 古くからの地元商店街的な色彩が目立つ。また、一部の企業が、支店や支社を千葉市に置いて、千葉県と茨城県を管轄下に置いているケースも見られ、抗義の東関東の拠点都市としての機能がある。農業東京大都市圏の近郊型農業地。都市化の進展による農地の減少が課題となっては、いるが若葉区や緑区、花見川区北部に農地が広がる。 市街地の後輩部に都市近郊の有料農地を有し、水田を中心とした土地基盤整備をはじめ、施設、機械の近代化など生産基盤の強化を図る。農業生産基盤である農地は本来の生産機能のほかに、防災機能、治水機能、環境保全、自然景観の保持やレクリエーションの場の提供など、都市の緑の空間としても重要な役割を果たしている。 落花生や人参などの畑作が中心だが、ぶどうや梨などの果樹栽培もある。落農も盛んで、使用等数、産出額は、県下2位である。また落花生の生産量、作付き面積ともに、隣接する八幡市に次いで、全国2位である。千葉市に、本社、本店を置く企業千葉港駅近くの、臨港プロムナードに立つ、有効都市のモニュメント、 千葉市の中心市街地は、千葉都心、蘇我福都心、幕張新都心近辺に位置するが、東部の千葉都心、蘇我福都心と、西部の幕張新都心に大きく二分されている。一般的に、千葉市街地というと、千葉駅から千葉中央駅にかけて、もしくは、千葉都市モノレール1号線沿いにかけての市街地を指す、ことが多い。千葉市街地祖母千葉店 JR 東日本。 千葉駅から京成電鉄、千葉中央駅、千葉都市モノレール、足川公園駅にかけての中心市街地には、企業のオフィスビル、銀行や商業施設、家電量販店などが臨立する繁華街となっており、関東有数の市場規模である巨大証券となっている。また、市街地中心部に位置する中央公園は、市民の憩いの場として様々なイベントが行われている。 千葉駅には、駅ビル、複合施設、ホテル、センシティ、商業施設が入居、接続しており、千葉駅から千葉中央駅の両駅間は、約1キロメートルほどの商業施設でつながっている。市街地は、千葉資本の奈良や、電波大扇屋といった百貨店が並び、大江山類、十字や、緑屋が進出するなど活況を呈していたが、現在では、 駅直結の祖母千葉店、オーロラモールジュンヌなど駅付近に商業施設が集中し、駅から離れた場所にあった商業施設はマンションなどに転用されている。また、市街地から少しそれた中央区栄町地区はかつては県下一の賑わいを見せていたが、千葉空襲の被害を受けた後、風俗店、キャバレー、コリアンタウン、少量リアなどが集中する。 観楽街と化し、国鉄千葉駅が現在の位置に移転した後は、商業拠点も駅に近い中央区富士見地区に移転した。市は地元商店会と共に、栄町の再生に取り組み始めている。駅周辺は都市再生緊急整備地域に指定されており、千葉駅東口地区、西口地区の再開発事業が続いている。 本千葉千葉中央駅千葉市の古くからの中心部であり、周辺は、館長街のほか、千葉大学をはじめ千葉県立千葉中学校、高等学校などが集約する、文京地区として知られる。千葉中央駅には、C1 と接続の商業施設、ホテル、シネマコンプレックスなどを有している。JR 東日本、千葉駅から、千葉都市モノレール、県庁前駅周辺には、 かつての下宇国守護所があった、井の花城跡を囲むように、千葉県庁、千葉県議会棟庁舎、千葉県警察本部、千葉市消防局、千葉地方検察庁、千葉区検察庁、千葉地方裁判所、千葉家庭裁判所など行政機関が集中する。千葉港 JR 東日本、千葉港駅周辺には、国際拠点港湾である、千葉港の港湾地区を中心に千葉ポートタワーや、 千葉県立美術館、千葉市役所をはじめ、港湾施設、複合施設、商業施設、企業、ホテル、結婚式場など港湾都市として整備されており、ウォーターフロントの開発が集中する。歴史的建造物として、国の登録有形文化財に登録されている、日本館行銀行本店がある。蘇我地区は、戦災復興の一環として誘致された。 川崎製鉄の企業城下町である。千葉市は、蘇我駅周辺地区を、千葉都心、幕張新都心に続く、第三の都心と位置づけ、2003年から、川崎町地区の旧川鉄千葉製鉄所のほぼ全域と、蘇我駅周辺地区を含めた、蘇我臨海地区と地区各整理事業を開始し、大型商業施設や、球技場を中核とした商業地区や、 公園施設の整備が行われている。これに伴い、土地区画整理後に商業施設や福田電子アリーナが建設され、将来的な周辺人構造による利用者像を見越して、千葉市と JR 東日本により駅施設の拡充が行われている。2004年8月に駅本屋の拡充が、2005年に西口駅前広場の整備が終了している。 JR 東日本蘇我駅周辺には、ハーバーシティ、蘇我などの大型商業施設や、ジェフユナイテッド市原、千葉のホームスタジアムである、福田電子アリーナなどが整備されている。幕張新都心地区には、大規模見本市や国際会議などが開かれる、幕張メッセ、幕張イベントホールをはじめ、日本を代表する多国籍企業や、 外資系企業が入居する超高層ビル、宿泊施設及び大規模商業施設が数多く進出しており、国際機関及び国家機関の研究、研修機関を中心とした教育、研究施設や幕張ベータウン、幕張ベイパークの中高層マンション群などにより、食、住学、遊の複合機能の集積が進む。米エリアには人口解品や ヨットハーバーなどが整備されている。最寄り駅は JR 東日本海浜幕張駅。プロ野球チーム千葉ロッテマリーンズの本拠地である千葉マリンスタジアムを有し、ホンダケスケ自社グラウンドやサッカー日本代表出場選手の新拠点、国際千葉駅伝、レッドブルエアレースワールドシリーズ日本会場、2020年東京オリンピックパラリンピック競技会場など、 一大スポーツ拠点ともなっている。東京都心、東京国際空港と成田国際空港のほぼ中間地に位置するため、そのアクセスの良さから年間約2700万人が訪れる。各区の重要地域拠点、生活拠点の市街地は、それぞれの拠点駅前を中心に形成されている。生活拠点地区は駅前に拠点性を持つ大型商業施設や、動線整備がされている。 元々の市外局番は0472だったが、政令指定都市昇格4週間後の1992年4月29日から043に変更され、市内局番は200番台になった。新規加入は300番台が割り当てられる。ただし、花見川区の八千代市に接している一部の地域は買い物、等の生活基盤が8000台市であること等を理由に、住民の希望で、 市外局番が047となっており、同じ千葉市内でありながら、043地域から047地域に電話をする際には、市外局番からかけなければならない。花のと千葉のシンボルキャラクターとして、千葉菜ちゃんが使用されている。パンフレットや看板などによく印画されているため、街中でも見ることができる。幕張メッセコンベンションセンター文化ホール市民活動。 センター宿泊施設、アッパホテルリゾート、東京米、幕張千葉市は、一市で一つの二次医療圏を構成する。三次医療圏は、千葉県医療圏。医療提供施設は特筆性の高いもののみを、記載する。一次医療圏中央区三浜区花見川区稲毛区、若葉区緑区二次医療圏構造改革特区に、指定されており、千葉国際教育特区構想が認可された。 千葉大学千葉県立保健医療大学、放送大学大学千葉市内に本部を置く。大学は太字で、表示国公立私立短期大学私立、専修学校私立32校の専修学校がある。以下、主な専修学校一覧。高等学校県立私立私立,私立小学校、中学校千葉大学教育学部付属中学校千葉、大学教育学部付属小学校学校名のリスト、 および各学校の記事については各区記事および千葉県小学校一覧千葉市または千葉県中学校一覧千葉市を参照千葉市の小学校中学校の数は以下の表の通り国立特別支援学校各種学校学校教育以外の教育訓練施設高等学校千葉県立千葉中学校 高等学校千葉女子高等学校1950年から1961年まで以下の高等学校はナンバースクールであった。1高千葉高等学校2高千葉女子高等学校3高千葉東高等学校中学校1947年から以下の中学校はナンバースクールであった。1952年の新宿中学校、蘇我中学校の開校により、 ナンバースクールは廃止された。四中の椿森中学校は校舎が定まらず、翌1948年に開校した。現在では、緑町中学校の校舎が数字の5をかたどっていることや、中学校の名簿の順番がカソリ中学校から始まることなどに名残が残っている。青葉の森スポーツプラザ野球場稲毛ヨットハーバー。 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場千葉、マリンスタジアム、千葉市の施設千葉県の施設その他、千葉ロッテマリーンズ屋内練習場、ジェフ千葉クラブハウス野球サッカーバスケットボールバレー、陸上競技、プロレスボクシング2015年レッドブルエアレース、ワールドシリーズ、千葉千葉市で開催された、主な大会一覧。車椅子バスケットボール、日本選手権を三連覇した強豪の千葉ホークスの、 本拠地であり、また世界的に有名な競技用車イスメーカーの OX エンジニアリングが千葉市内に本社に持つ。熊谷春人市長は車椅子スポーツのメッカを目指すと発言するなど障害者スポーツに力を入れている。2015年10月には車椅子バスケットボールの2 0 1 5 e ブフ、アジアオセアニアチャンピオンシップが千葉ポートアリーナで開催された。市内に 空港はなく、千葉県成田市の成田国際空港もしくは、東京都大田区の東京国際空港が、最寄りとなる。成田国際空港千葉駅海浜幕張駅、千葉都市モノレール鉄道網が発達しており、3つの事業者が運行する12の旅客鉄道路線と、46の鉄道駅がある。このうち千葉駅、海浜幕張駅、 稲毛駅は JR 東日本の乗車人員ランキング上位100以内にランクインする。中心となる駅、千葉駅東日本旅客鉄道総武観光線総武快速線京葉線総武本線外房線、内房線京成千葉線京成千原線1号線2号線、シーガル幕張中心となるバス停、千葉駅、バスターミナル路線バス地域のほとんどで講義の 京成グループの会社の手による路線バスが運行されている。また、公営交通の運行は実施してない。乗車方法は一部の均一路線を除き、基本的に後乗り前折り小払い方式。運賃は整理券を用いた区間制をとっている。市内においてバス共通回数券は現在発行されていない。ただし、九十九里鉄道を除く各社では、 非接触型 IC カードであるパスモスイカが利用できる。幕張パーキングエリア国道14号357号、重複区間メッセオ通り高速道路首都高速道路、東日本高速道路首都高速湾岸線東、関東自動車道首都高速7号小松川線、京葉道路立山自動車道首都圏、中央連絡自動車道千葉東金道路有料道路、 千葉外房有料道路一般国道中央区中央、本町の広小路交差点は、国道14号の終点と、国道51号の起点を兼ねており、戦前から千葉市における国道の結節点であった。都道府県道千葉市道千葉市道路には、以下の愛称が付けられている。道路原表1千葉中央港旅客線、三橋旅客線、遊覧船としては、 千葉中央港旅客船三橋より運行されている。他、幕張ビーチ花火フェスタの農業船なども期間限定で出港している。市内には稲毛ヨットハーバーなど渓流内市保管する機能を持つ港湾施設もある。東京湾を望む幕張地区に全国的に有名なイベントや会議などが開催される複合的コンベンション施設の幕張メッセや 千葉ロッテマリーンズの本拠地千葉マリーンスタジアムなどがある。近年では、花のと千葉を都市イメージとして確立すべく事業を展開している。千葉寺、千葉市観光協会も参照千葉ポートタワー前述の旧跡や文化施設を除く名所保機美術館科学館美術館、幕張イベントホール、幕張メッセでは、アジア地域有数の国際見本市会場を呼び、マイス施設として、 大規模なイベントが多数行われている。毎年あるいは数年おきに開催される、主なイベントを以下に記す、旧日本環境銀行本店。ありがとうございます。